ここまで、5、60キロぐらい進んでんけど、やっぱエンジンの調子がだいぶ悪くて、なかなか壊れるのが時間が問題な気がしてきてんけど、うん、接触も悪くなってると思うねんな。止まったらエンジン止まったりするし。シャールズンチェ、やっぱり肉っしょ。肉買ったぜ。今日は見ての通りパーティーや。肉買って、でパスタも買って、まあなんか旅してるなって感じするわ。ええ感じや。起きたら気づくわ、あの地球の裏側やってこと。ちょっとルート変更するわ。アタカマ砂漠やめて、そのまま北に行ったらボリビアに行けるから。うわっ、ちょっと近づく。羊羹と栄養をかけて栄養羹っていう、うまいやないか。よっしゃ、着いた。よっしゃー、ボリビア入った。ハンコもらったで。毎回ドキドキすんな、国境は。これなんかボリビアーノっていうらしい、これ、うん、260ボリビアーノもらった。とりあえずこれでね、合流しようぜ。見てよ。何も。いや、趣味が行き切ったらあなんだよ。お疲れ。今日は頑張ったな。頑張った。おやすみ。おやすみ。おはようございマッスル。どうしたい。拾った。次は目指すはウユニですな。そうですね。幸いなことにもボリビア入ったから飯が安いからな。ニュース10、一つ食う、一つ分ける、分けようか。うん、おやつ OK。 うん、めっちゃおいしい。うん、行こう。え、辛っ。辛っ。めっちゃ辛いやん。ガソリンがそんなに安くない、このボリビアの。メッシュ、メッシュとかあんだけ安かったのに。外国人、ここのボリビア人はめっちゃ安いね、これ。でも俺らは外国人やから、リッター 8.68 ボリビア、2倍以上。100円余裕で超えるやん。